祖国戦争勲章は、ソビエト連邦の勲章、旧ソ連地域では大祖国戦争の名称で知られる、ドイツ・ソビエト戦争時に英雄的な行為を行った、すべての赤軍兵士、治安部隊、パルチザンに授与された。1942年5月20日に設立され、功績に応じて1等か2等を授与された。戦時中に設立された、ソ連の最初の勲章にして、 最初に東急を振り分けられた、ソ連の勲章である。受賞理由は法令により、正確に定義付けされ、例えば、戦闘機のパイロットとして、敵機を3機を撃墜する、重戦車2両の破壊、もしくは、中戦車3両の破壊、もしくは、軽戦車4両の破壊のいずれか達成する、敵の軍艦を乗っ取る、敵地着陸後に放火にさらされながらも航空機を修理。 する、などで一等祖国戦争勲章が授与された。また西側の連合国にも適用され、何人かの連合国軍の指揮官にも与えられた。全部で一等32万4903個以上、二等95万1652個が戦時中に作られた。1985年までの合計数は約137万個にまで達した。 1985年の大祖国戦争勝利40周年の祝典の際に戦争に参加したすべての生存している退役軍人に1等か2等のいずれかが授与されることになり1等が約205万4千個2等が約540万8千個が作成された 1992年1月の時点の全受賞合計数は1等が2487,098個、2等が6688,497個だった。背景には銀色の直線的な光線があり、それに乗せるように赤いエナメルのご母星と交差させたサーベルとライフルがある。背景の銀色の直線的な光線は2等のものであり。 一等は金色になっていた。中心の円盤には、リバースと書かれた白い、エナメルのリングがあり、それに囲まれるように赤い背景に、金色の釜と土が配置されていた。当初の祖国戦争勲章は、金星章のように簡素な赤いリボンを取り付けていたが、1943年6月からは、リボンがなくなり直接右胸に着用されることになった。 そこまで公式な場ではない時のために、一等は中央に、島模様の明石色がある、暗石色の略樹、二等は端に島模様の明石色がある、暗石色の略樹を着用することができた。1985年の記念日に作られた一等は、銀は単一編にされ、金は、メッキにされたりとなるべく安上がりにされた。ABCDE Description of the Order。 ありがとうございます。